イクタールカの恐竜わっしょーい。わー、どうもイクタールカです。もうすぐバレンタインということで、世界共通絶対に喜ばれるバレンタインチョコご用意してきたので皆さんに紹介したいと思います。バレンタインのチョコっていうのはやっぱ自分がもらうとしたら、まあ、美味しければ何でもいい、そして心がこもっていれば何でもいいよって一見思うじゃないですか。でもやっぱね、形ですよ。そのチョコレートの形、これが良ければよりすごく喜ばれるじゃないですか。というわけで今回素晴らしく形が美しいチョコレートご用意してきたのでね、紹介していきたいと思います。もうね、これあればほんとすごいですよ。うち結構、まあ、昔からモテてきたんですけれども、こういうチョコの選び方をしているおかげと言っても過言ではない、っていうくらいです。もう 100% うちはうまくいってます。というわけで紹介していきたいと思います。このチャンネルは恐竜や古生物を紹介していくチャンネルなので、少しでも恐竜が好きな方はチャンネル登録、高評価、コメント、そして恐竜からのシェアをして恐竜合唱活動をやりましょう。おしゃーい。ではまず、やっぱね、包装はねこういう感じで可愛くラッピングしてあるのがいいですね。3つ紹介します。でねん、恐竜チョコです。当たり前なんですけれども、すごく美しい形しているものってなんだろうって考えた時に、恐竜がまず一番に出てくるじゃないですか。それはもうどこの世界も共通だと思うんですね。もう絶対いいですよね。もう皆さんにもそれぞれね、どれがいいのか選んでいただいて、好きな方にプレゼントしていただけたらいいなと思います。とりあえずこれどれも見た目が素敵ですよね。まずこういう形のは毎年どこかしら売ってたりするので、こっちがちょっとまだ初めて見るような形のチョコなんだと思います。というわけでまずはこちらを先に紹介して、次にこちら、そしてまたその次にとんでもない大きい、絶対これは本命だろうっていうチョコをね、紹介していきたいと思います。じゃあまずこちら、実はねこのシリーズは結構定番なので知ってる方も多いとは思うんですけれども、見た目すごい、ブラキオサウルスとステゴサウルスで、パラサウロロフス、そしてサイドにはちゃんと恐竜の骨が、トリケラトプス、ティラノサウルス、ステゴサウルス、ブラキオサウルスで、パラサウロロフス、トリケラトプスで、こっちもさっきのやつ、さっきのやつですね。いい感じ。見た目がやっぱね、箱がいいと、箱まで絶対取っとくじゃないですか。これほんと作戦ですよ。普通の形のチョコだとやっぱチョコだけ食べて捨てちゃうじゃないですか。これ箱の絵柄がいいと絶対取っときますよね。で毎回ね、家にあるこの箱を見ながら、あー、あの人がくれたやつだな、すごく美しいやつだなってもらった方は毎回思い出すんですよ。これはモテる秘密ですよ。はっはっは。そして開けていくと、恐竜好きじゃない男の子って絶対いないですからね。植物食恐竜が並んであって、あー、いいですね。生息地域、そう、この子たちアメリカだからここだよっていうのがちゃんと書いてありますね。発見されたところだよみたいな。そしてこうね、パフってしてるのがあって、チョコかー、かわいい。これ本当にテンション上がりますよね。しかもこのシリーズって本当にね、味が美味しいんですよ。形がいいからとかじゃなくて、まあ、形もいいんですけれども、味が本当にね、このシリーズ絶対いいんですよ。うちは毎年このシリーズは食べてるんですけれども、マジでうまい。あ、これ恐竜の卵って感じですね。でさっきのブラキオサウルスとステゴサウルスとパラサウロロフスで、トリケラトプスの絵柄があったけど、トリケラトプスはないのかですね。これはなんか貝って感じですね。ギリでも全然いいけど、本命でもいいって感じですね。
いやこれは嬉しい。でも次に紹介するやつの方が大きいので、もし本命であげたいんだったらこっちで、軽くギリだよっていうくらいだったらこっちって感じですね。でこっちもじゃあ開けていきましょう。ででん、あ、今度はスピノサウルスとティラノサウルスがいますね。なんだろうなんだろうやっぱジュラシックパーク3でこの2人が戦ったからなんか合わせたいんですかね。まあ時代もバラバラということで、あ、今度はサイドの恐竜が増えている、スピノサウルスが増えている。じゃあ開けていきましょう。おー、こんな感じですね。ででんね、あ、今度は肉食恐竜が増えているティラノサウルスとスピノサウルスですね。スピノサウルスは最近水中ハンターで有名だったと思うんですけれども、実はそんな潜って泳いで魚を捕まえたりとかはしてなくて、まあ浅いところで、まあ、こうやってパクパクって魚とか食べてたみたいですね。まあ水辺で、まあ、いたみたいな感じですねっていう論文が最近出てきて、だからダイナソーダンスの歌詞水中ハンターとかにしちゃったんですけれども、あれはほんと水辺でハンターとかねにしとけばよかったな、まあ、お魚ハンターとかでもよかったかなっていう、これがねまたねこういうのがあるからね、恐竜の曲を作るときって、うん、日々更新していかないとっていう感じですよね。はい、おー、チョコのいい香りが、おーすごい、ティラノサウルスのこのなんだろう、上半身がデデーンってしてて、そして卵この柄もいい感じですね。そして貝かな、そしてステゴサウルス、そしてスピノサウルス、もうなんだこのちぎれてる感でもまあこれ嬉しいですよね。そしてさっきのブラキオサウルス卵、あ、これはこれ絶対嬉しいですよね。さっきのと比べるとまあちょっと量減って肉食がいなくなったっていう感じと、肉食もいて、まあいかにも本命だよっていう感じがしますね。あとパラサウロロフスいますね。とりあえずこれどっちもマジで味が美味しいです。絶対、え、マジでいい、絶対恐竜チョコいいですよ、かわいい、マジでかわいい。次行きましょうか。続いて次、こちらのコロコロしたプレインチョコ、これね実はね今有機チョコレートなんですけれども、実は面白い仕掛けがしてあって、あ、こっち恐竜だ、おー何これ、こんな感じになっております。え、とりあえずこれ、あー、なんかチョコというよりクッキー、いやチョコかな、なんだろう、ベロキラプトルって書いてあります。ラプトルだ、これを組み合わせてフィギュアにする、え、これ絶対良くないですか、食べられるチョコも入っているし、これ絶対飾っといてもらえるやつで、これを見るためにこれをくれた人のことを思い出す、最高。え、どうしよう、作ります、結構ねあっという間に作れそうなんで、今もう簡単にささっと作っちゃいますね。足でしょ、うん、多分前足、あのベロキラプトルってここに羽毛の跡のポツポツがあったんですよね。だからまあ羽毛があるって言われてるんですけれども、多分こっちが羽毛がついてて、こっちの足がついてないから、こっちが後ろ足かな。おー、できました、羽毛恐竜、ででーん、いい、チョコも食べれて見た目も美しく可愛くて遊べちゃう、そしてずっと家に置いといてもらえる、え、最高、え、最高、マジでいい。どうしても高級品のチョコをあげたい人とかだったら、そうだね、なんか値段が安いから、やっぱそう、恐竜チョコだと値段が安いから、
やっぱギリだと思われちゃうんじゃないかなって不安に思ってる人は、もう普通に高級チョコ、そういうのとおまけでこういうねちょこっとしたチョコを一緒におまけでつけてあげるとできる人間だって思われますよね。あ、これ中身わかんないやつなんだ。ちょっとよく裏を見てみたら、恐竜シリーズ、チョコレートと一緒に可愛いパズルが楽しめます。シリーズ全18種、パズルのうちいずれかがこの箱に入っています。え、じゃあ、18種類の中から俺はベロキラプトルを引き当てたってこと？ロッキー、ラプトル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 、ロッキー。え、これは嬉しいですね。まあでも、どの恐竜も素晴らしいな、どれも外れはないんですけれども、やっぱ有名どころ、ラプトル。ラプトル！じゃあ次、絶対これはもらったら本命だろっていうね、絶対見た目も美しい、いいチョコをね、紹介したいと思います。次は、これだ！でー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 。じゃん。でかい！俺の顔と比べて。ほら。でかい！でかい！もうなんだか、プレーリードッグかのような、キューンってしてるチョコですね。裏はこうやって透けて、可愛い感じになっていて、ミルクチョコレートの卵の殻を割って誕生したところを表現しています。ほう、あ、そういうことか。大きさ的に、もうスンって立ってて、この、なんだろう。まあ、ちゃんと言ってしまうと、獣脚類だから、縦長の卵ですよね。こうやって恐竜が最初誕生したとして、この辺スペースがあって、で、だんだん大きくなって、体が入りきれないよ。もう卵から出るしかないよ、バーンつって、バホーンって。卵から誕生するから、いかにも卵の周りスペースが余ってるファホっていうのはおーって感じだけれども、可愛いからよしとします。これだって絶対嬉しいやつじゃん。あ、可愛い、やったーってなりますからね。え、これは、え、これよ、良き、マジこれ良き、可愛い、スンスンって、プレーリードッグ好きにも絶対喜ばれるやつですね。というわけで、いろいろバレンタイン恐竜チョコを紹介してきたんですけれども、皆さんはどれがお好みでしょうか？そんなわけで、これ絶対あげると喜ばれるので、ぜひぜひ探してみてください。これはね、普通にプラザで売ってました。気軽に買えるので、すごくいいと思います。では、バイバイ！バイ！良いバレンタインを。